こんにちは、花探しさんです。今日はね、金魚草の切り戻しをしてみたいと思います。花の説明は動画の説明欄に貼り付けておきますので、後ほどゆっくりね、ご覧いただきたいと思います。前半に金魚草の切り戻しの実践、後半に超満開にする方法4選を伝えますので、最後までね、ぜひご覧いただきたいと思います。結構ね、先日の雨で、花が落ちてしまいました。はい、それではね、早速金魚草のね、切り戻しを始めたいと思います。この花の特徴はですね、金魚のような愛らしい花形でね、多くの人に愛されている花なんですね。開花が非常に長くてね、初心者でも方でもね、非常に育てやすい花だということですね。で、サムネイルのようにですね、結構バッチリ咲いてたんですけど、先日の雨でね、もうなんかいっぱい花が落ちてしまいました。で、早速ね、これを切り戻して、またまた満開の花をね、咲かせたいというふうに思っています。まず切り戻しっていうのはですね、カットして、花の活性化を促すということですね。新しい、ね、元の形、もっともっと、ね、前より咲いてもらいたいなということでね、切り戻しを始めたいと思います。まずね、切るときは鉢の周りをまず切って、あと丸く、どこから見ても丸くという感じでね、カットしていきたいなというふうに思います。まずね、鉢の縁に沿ってね、花をカットします。見えますかね、皆さんね、こんな感じでもうザックザックとね、皆さん来てほしいなと思います、結構咲いてくれましたけどね、これもすぐ復活してくれますんでね、楽しみにしてほしいなと思います。はい、見えますかね、皆さんね、縁の縁、縁から出てるところはね、もうカットします。ということですね。またね、カットしたんで、こんなこう切ったね、花とか葉っぱはね、できるだけ開いてください。大体ね、こんな感じですかね。皆さん見えますかね、こんな感じになりました。はい、あとね、またゆっくりね、切り取ってほしいなというふうに思います。まず切ったらですね、何をするかというと、消毒をやります、こんな感じでね。はい、消毒をやってください。でまずね、株元からシュッシュッシュッとね、こっちからシュッシュッシュッとやります、株元から。あと切り口をね、きれいに消毒をしておいてください。まんべんなくね、消毒をしてほしいなというふうに思います。その後ですね、こういったあの切り戻しとか摘心とか切り戻したら観光繊維ですね、こういうものをですね、上げてください。これ流状粒になってますからね、これ2個ずつぐらい、あげられたらいいかなと。はい、3、4箇所余ったんで、もう1箇所、これでね、切り戻しの完了ということになりますね。あとね、引き続き超満開にする方法要請を伝えますからね、ぜひね、最後まで聞いてほしいなというふうに思います。まず超満開にする4選の1つ目、何かというと栽培環境なんですね。この花ですね、日当たりと風通しの良い場所で育ててください。
で、非常に、ね、水はけの良い土を好むんですね。で、耐寒性はですねマイナス5度と言われておりますが、暖かい地方では外でもね冬越しが OK ですが、霜に当たらないようにね軒下に置くか霜よけが必要なんですね。2つ目、水やりです。金魚草っていう花はですね乾燥にはね非常に強いんです。しかしね加湿になると枯れてしまうんですよね。で土が乾いたらたっぷりと水やりをするっていうのがコツですね。で、花にね水をかけるとね枯れてしまいます。ですからこうシャワーでバーッと上からやらないように顔元にね水をやってほしいなというふうに思います。でそうですね、冬はね生育は鈍りますのであまり水はね必要としません。で暖かい時間帯にね、水をあげてほしいなというふうに思います。3つ目、肥料ですね。まあ、植え付け時にね環境性肥料というのを混ぜ込んで植えてるんですけど、冬の間寒冷地ではね肥料は必要としません。暖かい地方でね花が次々咲いてくる場合はね月に1回固形肥料をあげてください。4つ目、ね、今日はね切り戻しをしました。でこのあとですね、まあ、ずっとこうつぼみが出てくるんですけど、その時ねもう1回だけ摘心をしてほしいんですね。そしたらねもう溢れるぐらいに咲いてくれます。この今咲いてた花もですね摘心を2回ぐらいして満開に小満開になりました。で今もね雨で、こう花が落ちてしまったんですけども、切り戻したのでまたね、つぼみが出た時に摘心をやります。そしたらね、満開になるんですよ。でもう1回やるとね超満開になりますんでね、ぜひね、まあ、皆さんチャレンジをしてほしいなというふうに思います。このままでもね、あらかた咲きます。花はね、満開にはなるんです。はい、超満開にしたい方はもう一回だけね、摘心をしてほしいなというふうに思います。花咲かじいさんはね、超満開までやりたいと思いますので、ぜひね、皆さん楽しみにしておいてほしいなというふうに思います。今日はね、金魚草を切り戻しました。花咲かじいさんと一緒にね、超満開の花を咲かせましょうよ、皆さん。はい、最後になりましたが、いつもコメントくれてありがとうございます。チャンネル登録してね、花咲さんを応援しましょう。方法は今画面中央に私の似顔が出てますが、ピッとねクリックするだけです。右側のねベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で張り切ってお会いしましょう。